はい、こんにちは。劇団スカッシュです。今日はですね、ちょっとホームセンターに行って、今撮影をしているストーキングヴァンパイア2のいろいろの入り用なものを買ったりしてたんですけども、ホームセンターに行ったついでにいいものを買ってきました。こういう木材を買ってきたんですけれども、これを使って今日は火起こしの道具を作ろうと思います。火起こしといってもですね、弓切り式の、僕はですね、その昔小学校の頃に原始人クラブというクラブに所属してまして、馬場先生というそのクラブ担当の先生がいたんですけども、その馬場先生に教えてもらった、弓切り式の火起こしのですね、こういうので、これ簡単に作れますんで、重要なポイント、まず1つ目、火種が生まれるところの重要な板があるんですけど、重要な部分に使う材料、何がいいかというと、このかまぼこの板、これが一番いいと。かまぼこがついてるところは湿ってるじゃないですか、かまぼこの板っていうのは。だからかまぼこを食べたらきれいに拭いて、それをまあ乾燥させて使うのがいい。うん、おいしい。かまぼこってでもあれよね、そんなに量を食べる感じじゃないもんね。うん、まあ、まあ、かまぼこの板じゃなくてももちろんいいんですけど、杉の板とかでいいんですけど、木が乾燥してること、これが重要なので。はい、続いてはですね、弓切り式の、火起こしになりますので、弓の部分になるのはこういう握りやすい感じ、これが弓になります。両端に、まあ、穴を開けてロープを通してやるような、そういう形になります。さあ、切りと彫刻刀を使って、はい、こういう紐が通れば OK です。弓で回される方の角材を、これはですね、今角材が四角正方形になってますけども、角をですね、カンナで削って弓で回りやすいように八角ぐらいのものにしていきます。木を削るもの、カンナ。はい、こういう感じの、まあ、八角、まあ、不格好ですけど、まあ、これはですね、まあ、こういう感じで回していくものになりますので、角にこのテンションがかかるような感じになれば、まあ、多少不格好でも、はい、今この削ったこの八角の棒のここにですね、仕切り棒なるものを装着させて火起こしをするわけです。さっきの、このかまぼこの板、これが仕切り板と呼ばれるものに、なるはずなんですけれども、ここに仕切り棒をつけるために、ここに穴を開けて、なるべく四角形の穴を開けると。で、彫刻刀で、まあ、なるべく綺麗な四角にしていきます。これなんで四角にするかっていうと、丸だと回転しちゃうじゃないですか。こういう感じの四角い穴を開けます。ここに引きり棒をつけて、こういう感じでね、引きり棒をつけて、こういう感じで、重要なのはこの引きり棒に何を使うかで、馬場先生が教えてくれた、僕が原始人クラブで習ったのは、アジサイの枝がいいよと、よく乾燥させたアジサイの枝がいいよって言われたんですけど、僕はアジサイの枝を今日ちょっと見つけることができなかったので、このバルサ材にしました。ただバルサ材でいけるかね、これだってやばすぎるんだよね。バルサ材じゃ無理かもね。ここにちょっと支点が必要です。で、ここの支点を抑えるために、まあ、これぐらいの角材、ホームセンターとかでね、コッパが安く売ってたりします。これは、ちなみに10円でした。このね、棒を支える部分を作っていきます。まああれですよね、火起こしっていうのはその男のロマンなわけですから、その、なんていうんですか、ライターとかマッチを使わずに火をつける、これはまあ人類の夢なわけですから、やっぱりね、この支柱になる部分、ここを削ってこれにはまるように。本当はね、小刀とかがあればいいんですけど、弓の部分のこれにこの紐を、僕が原始人クラブの頃はですね、この紐を編むところからやってたんですけど、ちょっとね、はいはい、だからこういう感じかな、一回ぐるっとひねってテンションマックスの状態、こういう感じですね。ほら、これでぐるぐると回って、はい、
火を起こしていくわけですけれども、今日はちょっとこのかまぼこの板がまだ十分乾燥してないのでちょっと難しいかなと。この問題のここの引きり棒の部分、これをまあ馬場先生に原始クラブで教えてもらった紫陽花の枝じゃなくバルサ材にしてしまったので、こう今ちょっとこう回してみた感じ、これちょっと無理そうだなと。なのでちょっと紫陽花の枝を探しつつ、次回はですね実際にこれを乾かし切った後、実際にこれで火つけることができるのか、まあ実際に火つけれるかどうか、やってみようと思います。じゃあねー。